7月22日は、グレゴリオ歴で年始から203日目にあたり、年末まで、あと162日ある。ゴドフロワド・ブイオン、聖墳墓協会の守護者に任せられる、加藤清正、名古屋城天守周辺を不信第二次バーゼルの和訳締結。画像は講和成立後のヨーロッパ・フィニステレミサキの、海戦。ナポレオンのイギリス侵略計画を断念させた、半島戦争。 サラマンカの戦い南北戦争、アトランタの戦い富山県の魚津港で1918年米、騒動始まる。左画像は現場の石碑、右は8月11日神戸での米騒動第2次、小野上内閣成立、コイソ内閣成立ソ連の傀儡ポーランド国民、解放委員会結成。画像は同日発表されたルブリン、委員会公領エルサレムで、 武装シオニストによるキングデイビットホテル爆破事件、インドの国旗制定。中央のチャクラはガンディの糸車運動のシンボルでもあった。右画像は1858年以来のイギリス統治下の旗ソ連の宇宙圏デジクト、ガン大気圏外に出た史上初の犬となる。画像は宇宙圏用、モジュールマリナー1号打ち上げ失敗中華人民、共和国、 法輪功を全面禁止。左画像は法輪功の練習風景。右は拷問による犠牲者の追悼2009年7月22日の日食。右画像はバングラデシュで撮影された回帰日食第121代天皇、孔明天皇誕生。幕末期に政治への関与を強めた。右画像は弁官洋画家浅井正史誕生。右画像は 裁縫物理学者、グスターフ・ヘルツ。フランカ・ヘルツの実験で原子の取るエネルギーが、離散的であることを、実証芸術家、アレクサンダー・カルダー。動く彫刻、モビールを発明。右画像は、クリン・ケリー・アベック・ディスクルージュ・シャルル7世遺骨ナポレオン二世、肺結核で没投稿、絵師、小型健山没天文学者、ジュゼッペ・ピアッツィ作家、マヌエル・プリグ科学者、実業家、 高峰上吉、ラジオ放送の父、発明家、レジナルドフェス宣伝没。右画像は、回転式火花送信機アメリカのギャング、ジョンデリンジャー没。サンタームフセインの息子ウダイ特裁、没演修立近日の日、巨海偶。ありがとうございます。